信長戦を船橋から延伸。今回は首都圏のローカル線東武野田線を船橋から東に延伸させてみる。この辺りから玄道の御成街道と並走させる。道路地下にするか道路か屈服して中央分離帯の上に通すかはわからない。この辺りに一撃よく。強くしたい。東武大久保駅を行く。新線や総武線が近くを並走するが、この新線は都心直通せず大きな駅を通らないので利用が流れてこなそう。この辺りから急に住宅が減り不安になる。感染かな。千葉市の北部をかすめるのかな。県道沿いに進む。笑われても信じ続けているよ。臨海部に比べて臨戦人口は少なそう。四つ街道の明かりが見えてきた。胸の高鳴りに身を任せ。確かに感じていた心のままに。四つ街道でバッドエンドかな。